関西生コン、湯川雄二を逮捕。産経新聞によりますと、昨日警察が威力業務妨害の容疑で関西生コンの湯川雄二を再逮捕したことが明らかになりました。湯川被告は、平成29年11月に、大津市と滋賀県草津市の工事現場にて、現場監督らに、これ、 汚水じゃないですか？と因縁をつけたり。役員の工事発注元の会社の役員の自宅などにコンプライアンス違反が発覚などと書かれたビラを配るなどして工事を妨害したとされております。この関西ナマコについては、まだまだ余罪があると思われますので。警察には徹底的に捜査を行っていただき。 実態解明を進めていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。